夫ってこと。確かに。はい、それでは。
でやるじゃないですか。これ全くですね、子供からするとそれいらんしってなっちゃうんですよ。で、そっちじゃなくて、いろいろ問題があった時に答えはよくわかんないけど、こうじゃねえか、ああじゃねえか、いや、ひょっとしてこうかもしれないです。一緒に考えてくれる先生は超いい先生です、子供にとって。と、学校の先生が言ってました。はい、俺もそう思います。はい、親としてもそうです。で、しかもですね、まあ、結構ね、それこれはね、大体の人が見つくんですよ。ベテランになっていけば、まあ、新人の時は結構差があるんですけど、教師の経験積んできて、大体ここはどんな人も身につくんで。なんだけど、先生よく考えてるけど、ここに次に差が出るんですよ。わかりますまあ、この表現がいいのかどうかわかりませんけど、どうやって表すか、自分が考えてることで、子供によってまだ年齢が小1だったり、小6だったり、中2か中3歳になって、どの表現がこの子にピタッとくるかは全然違うじゃないですか。でそれも推論して、でこれはどうかなというのをいろいろバリエーションを選ぶと思います。俺はこれがこういうストレートなのが得意っていうのだけじゃなくて、人によってはこういう方がハマるんだったら、その表現も変えてできると。だからあらゆる表現を試してみたい。最初はその違和感を感じられるかもしれないけど、やっていくうちに、あ、なんか染み込んでくるなという表現かもしれないし、まあいろいろです。ここは、だから、同じようなレポートで、同じような答えを書かれてると、これ使わないんですよ。わかります、はい、で、これを、まあ、とにかくね、最低限、先生になるんだったら、つけてきてほしいって、いろんな先生がおっしゃるんですよ。そうだろうなと思うんですけど、これ残念ながらですね、まあ、この東京学芸大学って将来先生になる大学としてはもうすごいプランもありますし、ね、いい先生たくさん出てるんですけど、かといってですね、今のこの教員養成課程の、まあ、いろんな授業を受けてる中で、これを本当につけるためにカリキュラムが組まれてるかというと、まあ、結構必ずしもそうじゃないと思う。まあ、ただちゃんとつくように考えてらっしゃる人もいますけど、いかんせんですね、まあ、何十年も書いてるわけじゃない。まさか何十年前にググれば分かる子供が出てくるのか分かんないじゃないですか。想定してないことがどんどん起こるんで、そうすると、じゃあどういう先生が求められてるのっていうときに、この学芸大のカリキュラムじゃちょっと追いつかないところも、まあ、出てきてる、現実の先生って出てきますよね。で、まあ、だから僕はね、もう完全にカリキュラムとか、学校の講師とか、全く考えないで、現場の先生に聞いて、まあ、確かにこうだなって話をしてる。で、僕はですね、一応、地学実験の気象学をやってくださいって大学から依頼されてるメッセージですけど、これ、だからまあ、気象ね、興味ある人もいるし、全く興味ないよという人もいるかもしれないです。だけど、これを出しにして、これがつけば、ね、全員にとって意味があるかな。だからこれが好きでも嫌いでもいいです。でも、まあ、これはなんかネタです、とりあえず。問題としてやってみたときに、結果的にやってみたら、これがついたら、まあ、その将来の、何になりたいか分かりませんけど、ある程度、役に立つでしょう。で、しかもですね、これが長けてる人って、間違いなくなんですけど、これがすごいんですよ。僕、関われる人。だから、その子供もいろんな人いるわけです。いろんな子供いるじゃないですか。おとなしくいて、で、やんちゃな子もいて、全然席に座らないみたいな。だから、大学なんてね、必ずこうやって静かに皆さん聞いてくれるんですけど、まあ、とんでもないですからね。僕も小学校で授業とか何回かしたことありますけど、もう、なんていうの、まあ僕はね、ぶつけてボーンと外から呼ばれて、バーンと授業するんですけど、そう、とにかく、担任の先生とかが、さらさらとか言っても、もうあっちこっちどうにもならないみたいな状況からスタートです。で、その中でおとなしい子がいて、
んちゃな子がいて、割とその優秀な子がいて、その子それぞれに一人一人こうどうやって関わるか、ものすごいエネルギーいる子じゃないですか。でこれは答えないですね。答えないです。いろいろやってみて、ダメだったの繰り返しを何回やったか。で100回失敗した人が関わる人から100つくみたいな感じです。失敗しないと絶対つかない。超辛いところですけど、まあでも、まずここがないとこれもないよねっていう話です。で、この3つがあると、現場の先生が聞くと、すげえ助かる。まあ、だからね、そういう信じてもらっているって言うんですけど、大体ね、これが何でつくかって言ったら、学校の授業、大学の授業でつくとかじゃなくて、その皆さんサークルでつけたりとか、バイトでつけたりとか、そっちが多いんですよ。でも、おかしいですよ、それは。そのね、教員養成課程って歌って、そのプログラムを提供してるのが学芸大学のね、ブランドなわけでしょ。だからこの授業で、これがつくようになっているはずなんですけど、本当は。なかなかその、やるのは難しいけど、まあ、ちょっとこれね、僕も気象しか教えれない子、しかも3回しか関わりませんけど、その中で最大限やるとしたら、まずですね、努力したらいいかな。で、まあ、毎回失敗しますよね、僕の授業で、ね、こう2年ぐらい前からこんな感じでこうどんどん年収が外れてって今ここに至るんですけど、毎回失敗の積み重ねでここに至ってると。それで、で今日はですね、まあ、これから第1回目はですね、実際に外に出て気温を測って、湿度を測って、風を測って、気圧を測ってということをやって、数値を読んでそこに書いて、芸術館前と屋上で2箇所かかって、で、なんかちょっと電卓使って計算するみたいな。それだけ聞くと超つまんないんで、ポーなんですよ。どこにそのこれがあるのかという話なんですけど、まあ、めちゃめちゃありました。やっていくとですね、一見その数値を書くだけなのに、見る視点を変えるとめちゃめちゃびっくりします。なんでこうなるの？考えないと分かんないことがある。だけど、なんでと問わない限りこれが生まれないんです。自分がなんでと問わない限り、ただ書けばいいんだったら、書くけばレポート完成ですけど、で、100点出しますって俺言ってんのか。別に100点出したっていいけど、でもこれはつかねえよ。その、まあ、ただね、連絡打ってから。で、まあ、表現力っていうのも、その驚きがあるから表現力が生まれるんです。なんで、皆さん、これから4班に分かれてますけど、まあ、これからね、班分けしますけど、その班の中で、関わらないとうまくいかないんですよ。で、その誰がメンバーなのか分かるんですけど、ね、で、その班のメンバーがうまくいくところと、まあ、だから失敗することはないんですけど、うまくいくと、いい表現がたくさん生まれるし、で、相手の推論に対して、なるほどなと思ったりとかね。まあ、そういうのが生まれたりするので、自分ならそういうことを意識してると、これが勝手にするんです。僕がこうそれを提供するので。それでですね、ちょっと最初のトレーニングで、これをやりたいです。ですね、まあ、僕は勝手にこんな対決をしますけど、世界一ですね、まるまるな、今日1時、3時間ですよ。そんな、こんな3時間にしたい。なるかどうか別にして、自分だったらこういう授業を受けたい。だから子供の立場だったね、小学校で自分が教えるとしてですよ。子供がこういう授業をこういうふうに持ってもらえるような授業できたら最高だなと思う、これを埋めてほしいです。わかりますか？自分だったらこういうのが最高あります、はい、何でもいいんですけど、これをこれ今から埋めますということで、ちょっと全員ちょっと立ってください。全員立ってください。はい、僕ばっかりしゃべってるとね、そろそろ眠くなってきたじゃないですか。もうあっという間に眠くなるんですよ。だから、この〇〇を埋めるのは、
今度そっち側ね、全員に聞きますから、全員に聞きますので、ですから一番最初に早めに行った方が楽です。後になるほど追い詰められます。はい、何のことどうになるのプログラムしたい。はい、はい、現象が不思議なのに、もう一度正義的な
だアルツバラヤあえてあげない楽だけど目の前に関係なくてもあと目に言語にちゃんとなるよ。
はい。はい。はい。早い。早いって何？早い。やりたいことだから必要だから、ね、何が必要なの？本当に必要なんですよ。いるもんね。早いって何で早い？そう。スキンパー。何ですか？暑いよ。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 いいですね。どこに興味があるのかちょっと自分で見て。始めよう。今日が世界一希少なお天気。Thank you.
そこに、じゃあ今日のレポートを書くときも、あ、これは俺が書くしたことだねっていうのを最後書いてほとんど数字ですけどね、数字になるけど最後にこれを使うと思います。そのときから自分が何か感じたと思います。はい、じゃあですね、皆さんそれぞれやりたいことが終わりのようですから、そうなるようにしていきましょう。まあ俺は俺でね、こういう風になったら俺は授業飽きなくてですね、それは俺のためにやるんですけど、ね、俺は飽き、自分が飽きないためにこうやってるわけですから、みんなにどう思われるか気にせず。じゃあ皆さんはそれぞれ違うわけですね、30通りぐらいの、ね、こうしたい、ああしたい、こうだったらいいじゃん、あるわけです。だからそうなるように、それなりに自分はこれぐらいのことができるかな、ちょっと探してみてください。そうすると、まあ、きっとこれね、他の授業よりもつくかもしれないですね。でも俺がつけるもんじゃないですよ。自分がなんかそのこうしたいがあって、それに基づいて家庭についていく。はい、じゃあこれからですね、班を分けて、外にね、体感しに行きましょうか。はい、じゃあ班を分けますけど、感じよう今からね、フリー、そうは言ってね、理不尽なことも起こるんですよ。Thank you.
何をどう書いても僕があの100点やるよって保証してますから、何をどう書いてもいいですけど、皆さんはですね、レポートを無事書き終えましたらば、いう感覚と、今まで私はこういうことには全然興味がなかったけども、こういうふうになことに気づきました。だから、今まで興味のなかった人に、ぜひとも私と同じ感覚を味わってほしいですね。もともと興味がありました、さらにこれが深まりました、全然意味が違うんです。だから、わざわざあなたが、その同じ答えかもしれないな、レポートに書いてあるからね。でもわざわざあなたが言ったことで意味が違うんです。全然その男の人が言うのか女の人が言うのかと差が出るし、興味が全くなかった人がこのレポートを見せるのか、すげえ昔から先生やってましたんですよという人がこの同じレポートを書いて見せるのか全然意味違う。分かりますね。はい、煩悩に満ち
満ちたやつがモテたくてこのレポートを書いてるんだったらそういうレポートになりますよね。きっと。だからまあこれきっかけですから別にこれに縛られなくてもいいですけど、まあこれちょっと考えたら何か隠したいことがきっと出てきます。別に本当にそんなの考えなくても言いたいことがバンバン出てくる人は人格です、ね、はい。でこうしますとですね、僕のところに通知が来ますんで僕はいいねします。35回いいねしますで、僕の友達は今あの Facebook でつながる人は3000人ぐらいですけど僕の3000人の友達にシェアします。それで皆さん使ってほしいですね。まあだからあのまあ別にね硬くならなくていいですけど悪口とかは考えてます。俺の誹謗中傷とかそういうのは傷つきますね。はい、まあこんな感じの流れでいきます。ではですね、一般は誰が足立さんとかに乗り込んでメンバーとか書いてるんですよ。ハンドメンバーで、イヤホンはこちらです。ザッパー、ピョーパーは多分1人あ4件ぐらいになると思いますけど大体流れつかなかったらあと休んでもいいし10でもあとは火曜日に同じことをやった人たちが僕のボールにシェアされてますからそれを探してみたいですけど、はい、じゃあ、ニアル来てください。1番全員マジで。